エピソードイグニス、ファイナルファンタジー15最後の DLC やってきます。12月13日配信。トレーラーで結構なネタバレ部分を見ちゃってるんで、まあそれ見てない人もいると思うんで、特に何も話さずやってきます。これはオルティシエで、あのノクト、グラディオ、イグニス、プロンプト、みんなね分かれて戦っていた時のイグニスの話。これでね、なんで失明したのかだとかが分かるそうなんで、やっていこう。ちょっとこの辺を念のために確認。はい、オッケー、やっていこう。どうもね、マルチエンドがね採用されてるって見たんだよな。はい、六神と帝国軍の争いが大規模化する中、水神との戦いで力尽きたノクティスを救出するため、イグニスは死地と化したオルティシエの町を進む。これまでの DLC 全部誰かかしらパートナーがいたんだけど、今回はね、あの人がパートナーとしてやってくる。王とは絶対に立ち止まってはならないものだ。どれほどの犠牲が出ようとも前に進み続けなければならない。しかし王といえども迷い悩むこともあるだろう。その時はそばでノクティスを支えてほしい。友として、兄として、どうかノクティスを頼む。どうか俺を許してほしい。ルシス王救出作戦。上がれる場所は。さて、イグニスも何かしらの特有の攻撃を持ってそうだけど、サーチアイってなんだ。
ああ、それよりロクトが心配だ。別ルートで祭壇を目指す。陽動を展開してくれ。敵の戦力を分散させたい。了解だ。どこか見渡せる場所は？ここなんかレトロゲームかなんかがあった店じゃないか。攻撃は双剣か。オッケー。偵察兵か。面倒だな。エレメンタルダガー。あ、属性があるんだ。え、そんないい武器持ってたの、イグニス。おお、強い。そうだ、今ちょっとカメラを遠目にしてるんだ。今度は霊気。ちょっと一回広いとこに出よう。カメラもうちょっと近くするか。兵器。おお、強っ。なんか本編のイグニスで遠くからダガー投げてるぐらいのイメージしかなかったけど。わあ、帝国の低手だ。おっと、エレメンタルだが雷属性。あ、強っ。これシフトしなくてもめっちゃ速いけど、イグニス。あ、でもイグニスはシフト使えないか。サーチアイ。あ、マルチロック攻撃できるんだ。オッケー、全部投げるんだね。キリがない。サーチアイ。次は霊気。オッケー。相手がゲージ貯めないとな。ダメージ倍率もうすでに2倍になってるけど、あ、3倍になった。で、サーチアイゲージが溜まったからこうやって OK。 ちょっとゲージが足りないな。こいつ倒しちゃおう。随分身軽に動くな。お？魔導フックショット。もしかしてラペっちゃう。おお、めっちゃいる。タクティカルオペレーション画面
戦局を確認しましょう。あ、オリティシエを上空から見ることができる。オッケー、アコルドは仲間だったもんな。どれどれ。あ、広いけど、まあ割と、どちらにも属してないエリアがあって、ここはもう完全に帝国だから、倒そう。巨神の攻撃により水陣が消滅、市街地に展開していた帝国兵は祭壇へ殺到中、戦線を放棄、全体は直ちに撤退を開始せよ。繰り返す、全体直ちに撤退。さあサーチアイのゲージを貯めて効率よく倒していくぞ。これ動き早いから雷属性強いな。ほら、この旗持ってるやつ妙に硬いんだよな。ゲッサーチアイ溜まった。体力多いな、イグニス。おーっと、マドアーマー。お、敵にラペることもできんだ。強えな、イグニス。おーっとっとっと、オーバーブーストとハイジャンプ。王の剣とかではないから、あのシフトは使えないけど、さっき手に入れた道具でシフトできない分を補えちゃうっていうね。サーチアイができなかった。よし。見つかった。帝国が巨神を包囲した。だが帝国の船がまるでおもちゃだ。急ぎ、祭壇までのルートを。東の橋を越えれば行けるだろう。まだあればだが。了解した。迷っている時間はない。向かってみる。健闘を祈る。ゲ、マードレー地区が制圧された。聞こえますか？何かしら？ロクと救出に力を貸していただきたい。水神と巨神の戦いで今はそれどころではないのだけど、ルーシス王もカンナギも生きているかどうか。必ず生きています。二人ともここで死なせはしない。兵に情報を集めるよう伝えておくわ。ただ当てにはしないで。めっちゃ制圧されてるっていうか、この辺ピョンピョンいけるな。こちらイグニス、聞こえているか？状況は？頑張ってるんだけど。まだ片付きそうにね。分かった。けボコボコだけど、その辺自由に行動できる。マップ。ほうほうほう。アイテムショップやってるの？結構大惨事だけど。ここではタクティカルオペレーション使えない。ちょっとこんな状況だけど、周りもじっくり見てみようか。開けた。さっきの向こうの方帝国軍いたから制圧されてると。目的地に向かう前にちゃんと制圧しておくか。こっから向こうに行けんのか。遠くて届かない。
あ、なんかあった。そこら中にアイテム落ちてるけど、さて制圧するか。おいしょっと。あ、シフトができないとちょっと攻撃の回避がしにくいのは仕方ないけど、よいしょ。おお、敵の上にワープするという戦法もあるのか。もうこれほとんどシフトだと思うんだけど、雷属性のダガーは。オッケー、こっち行こう。さてゲージが溜まってるけど、ちょっと一つハイジャンプでも。わあ強い、結構範囲も広い。あとどこにいる。あ、ミリタリーバランスって書いてあるな。こっち行こう。あ、こっちはまた別のエリアか。カウンター後ろからの攻撃がやりやすい。で、タイタンがいる向こうに。こっち、おっと、向こうに。お、落ちやすいな。3.2 倍とか随分ダメージ上がるな。で、重装兵別の攻撃してみよう。オーバーブーストってなんだ。あ、一定時間攻撃強くなる的なやつか。危ない、サーチアイ使おう。で、こいつら硬い。あ、ダメージ5倍超えてる。オッケー、そっちの敵。よし、ここの地区はオッケー。あとは向こうまだ赤いな、いるのか。向こうはどの地区だろう。行ってみよう。あ、いたか。どこだ。どっか多分地上にいた。おいしょっと。はい、赤のミリタリーバランスの赤のゲージがなくなれば制圧 OK だな。強いな料理人。もうちょっと、どこだ。どっかこの辺にいるはず。
おっと、なんか高いとこ来ちゃったけど、この地区にまだ敵がいた。あそこか。一体だけ残ってると思ったら、よし、マドレー地区奪還。お、なんだあれ、あんなのいたっけ。で、かなりね、そこら中にアイテムが落ちてるんだ。行ける場所が多いから。これ本編やってた時にバグでオルティシエの行けないエリアに行けるっていうのがあったんだけど、多分その辺のエリアが使われてるんじゃないかな。川も泳げたし。で、うん、あとは向こうのデプタート地区とアルティジャーの地区、こっから後ろの方は大丈夫だね。よし、それじゃあひとまず今回はここまでにしよう。チャプター1ってなってたんで、まあ、多分チャプター4か5ぐらいまであると思うんで、パート4つか5つぐらいになると思います。まだパートナーとも合流していないけど。それじゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。